全然ゴールできない。させろ。できないじゃん。てか、ゴールできないんじゃない俺は。ゴールするんだよ。そのできないという選択肢は俺の中じゃない。するぞ絶対。気合で。まあ、とりあえずヒップドロップしてくるクソマリオにはしっかりとルイージを送り込む前に。なんだこれ。わかんねえぞもはや。あ、出し抜いたこれ。いいよ。出し抜いた。いや、これ先行っちゃうかも。うわぁ、避けろ。タイタニックってか、お前、あぁ、ゴールそこ、ゴールがそこにある。行くなぁ、止まれ。壁キックの名人。いや、任せろ。壁キックの川野。地元じゃ川、壁キックの川野で名が通ってたんで、ここでしっかりと、まずヒップドロップして守りきる。威嚇。威圧する。ここで3、2、1で、ゴー。完璧。はい、はい。もう音置き去りにするからね、俺、君たちのこと。いいぞ、いいぞ、いいぞ。ちゃんとガイドがついてある。いや、ここ最悪、マジで。ここで追いつかれるのほんと最悪なんだけど、この壁キックでしっかりと。ちょっと待って。なぜミスった俺今。壁キックの川の。ちょ、待って、ピッピッピッされたくない。よし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 。捕まってる。オッケー、完璧。ここをつけ、ここ。ここマジでやばい。ここが一番やばい。さ、ヒップドロップ食らっちゃうのがほんとしんどいんだよね。やめて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 。これね、出た瞬間に壁キックでいかないと、あのようにね、行っちゃうよっていう、そういうやつだからね。幅飛びで、ダッシュできる、これは。スタートダッシュ、しっかりと、減速せずにね。もう最悪、絶対ヒップドロップされるよ、これ。いや、危ない、危ない、危ない。オッケー、完璧。一旦譲る。ナイス、ナイス。この一旦譲る方法、見た？ナイス、ナイス判断。いや、もうついてくるな、おめえは。ここむずくね。ここやばいな、ここ。ねえ。ここむずいな。邪魔すぎ、あいつ、ちょっと。ここ。よし、じゃあね。うますぎ。邪魔なんだよ、てめえはよ。ゴール。グンバーギャラクシー。宇宙のコースか。宇宙でクリボーが泳いでんだろうな。あれ、強くてうざいから苦手なんだよね、もう。クリボー、イライラする、もう、その浮いてるクリボー。早く落ちろ、お前って思っちゃうね。そんな、どういう原理でお前浮いてんだよって。まあ、自分が軽すぎて浮いてんのかな。アリが浮いてるみたいな。アリはでも浮かねえわ。アリってでも上空から落ちても大丈夫みたいな。ところあるもんね。マジで無理。本当に無理ね。遅れちゃってんだけど、俺。下から歩いていけばよかったな。歩かないとね、遅くなっちゃうからね、やっぱりね。でもいい感じに。壁キックでいって。いいよ。ヒップドロップが怖い。2番手か、今のところ。いいよ、いいよ。悪くね、悪くね。今のところ、動きは悪くはない。悪くはない、悪くない。なんか、ルイージがね、これ、先手有利だからな、マジで。はい。ドロップでいこう。どこに行くかはわからん。いや、もう最悪。最悪。もう、気配を察しろ。音を察しろ。なんか死んでるやつおったぞ。死んでるやつおったぞ、これ。ねえ。キノコ取って。これキノコないとマジで無理だからね。さあ、ここら辺だったかな。お、邪魔すぎ、青キノコ。青キノコの攻撃食らったら俺終わるからね。青キノコにヒップドロップを決めたいから、しっかりと、青キノコの後をついていってはいるんだけど、こっちが正解か。マーメイドなのって、どこがマーメイドや、お前。お前、ヒゲの生えてるおっさんやないかよ、お前。全然マーメイドちゃうからな、お前。やめとけ、そんな。あの、全国の女の子の夢を壊すんじゃねえ。うんぽい。何邪魔。飛ぶな、おじさん。マーメイドマーメイドだった。フュープラスオンフィンドゥニベア。何これ。何のコースだろう。なんか条件あったよな。まあ、後から出るからいいんだけど、ファイヤーマリのままゴール。これ、結構、あれじゃない、ギミック系じゃない。ちょ、ファイヤー欲しい、絶対。いや、ファイヤーは欲しかったんだよね、ファイヤーは。ファイヤーぜひとも欲しい。ファイヤー完璧ファイヤーって感じ。ちょ。OK、ここがベストだよね。で、多分これ、ここで開くから、持たれるこれね、嫌なんだけど、あいつらに持たれるでしょ。はい、鍵取って入っていく。そんで持って。もう一丁。こうか、これでいいのか。どうするこれ、ちょっと行かないんだけど。あ、やっと行った。オッケー。ちょ、スイッチ押して誰か。あ、これ入っていいのもう。え、ね、わかんねえんだけど、誰が、おい、順番取られてるって。いや、これもしかして思ったけど、行かせねえよ。お前はもうこうなんだ。こうなるんだ、お前は。やばい、これ鍵の取り合いだね、まずは。でも鍵の取り合いとかできるはずもないよね。最後だよね、最後。最後だよね、本当に。最後取れ、どれだけ取れるかどうか、これ。メスキノコが押したら入れるから。青キノコがさ、ちょっと邪魔なんじゃないそれ。ねえ。青キノコ逆に、
逆に押してないスティック。いや、二人詰まってたら無理なのか。ちょっと無理だ。一旦ちょっと、詰まりすぎ一旦。あ、入れた入れた入れた。入れたね。からの。なんかこれ、ピース位置で上に行くコース、上に行きそうじゃない？いや、そんなことないか。いや、上に行きそうこれ。そうだよね。上に行きそうなんだけど。ちょっと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 。ちょ、押せ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 。押せ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 。あー、押せねえか。くそ。くそ押せねえか。なるほど。はいはい。切り替えなきゃいけない。そういうことね。俺たちがジャンプしたらこれダメだわ。ちょ、俺がファイヤー打つから。俺がファイヤー打つからさ。ナイスナイスナイス。で、上に行かなきゃいけない。上に、上に。あー、ミスった。やばい、これ。やばいやばいやばい。マジでミスった。しゃがんで、上に入る。これだよね。あ、ミスったんだよね、普通に。さ、まだ P スイッチがあるからいいよ。全然いい、全然いい、全然。入って。くっそ、これ持てるよ、ワンちゃん。ワンちゃん持ち上げれる。いや、待って。いやー、くそ。どけどけ、どけどけどけ。あー、クッパ警部、これは1の2だね。でも1の2はね、いいところがある。甲羅を持って、敵にぶん投げられる。そう、気持ちよくなっていこうぜ。ただこれは知らない1の2だわ。1の2じゃないね、これは。オリジナルコースだね。よし、猫取って。イエーイ、猫取ったのマジでかいよ、これ。さあ、ルイージ、イケアのように。滑空で、仕留めろ。やぶねえ。猫がどれだけ強いか、このコースで。後ろに投げろ、これも。すべて、後ろに投げていく。最悪、マジかの、この子。負け筋作っちゃった。よくないぞ、これ。早く行かないと。猫に後ろからやられる。猫出ない、猫出ない、猫出ないの？猫出るよね、そうだよね。猫は絶対とかいいよね。いや、どうだ、猫取る暇が無駄だったら、なんだ、そこのトラップはさ。トラップカードが来たんだけどね。トラップカード発動って。マジックシリンダーっつってさ。マジックシリンダーで返してたからね、俺たち。そんなルールできないからね。サイクロンで返してたからね。そんなルールは。無理。オッケーオッケーオッケー。そこのトゲゾーが、奴らをしっかりと仕留めてくれる。そう信じてる俺は。クリボーが下行ってたよね、これね。いや、マジでまずい、これ。本当にまずいぞ。オッケーオッケー。ちょ、甲羅持っていってくか、俺。避けろ、避けろ。オッケー。武器は必要だよ、武器は。このコース、いいね。普通のクッパトラップ系と、なかなか違うものがあるね。さあ、甲羅持っといてよかった。ジャンプすれば避け、いやー、まずい。まずい、これ。食らっちゃった。最後の難関な気がするなぁ。もう終わり？オッケーオッケーオッケー。何も出ないならいいよ。もうやばいぞ、これ。ちょっと待てよ。うわ。ちょっと集中しよう、こっからは。こっから負けたらもうシャレにならんぞ。これ欲しいね。これ絶対あった方がいいね、これ。で、峠道避ける。今のちょっと後ろ向いてから危なかったぞ。うわぁ、最後の難関すぎるだろう。レベル5。5つ目のコースってことか。てか、このコースの制作者の顔やばかったんだけど、なんか、すごいなんか不快感を、不愉快な顔をしてたわ。不快感のある顔。おい、ルイージはそこでヒップドロップする意義が俺にはわからんねんけど、ただ、したいからした。ヒップドロップがしたいからした。それだけなんだよね、結局ね。よく避けたなぁ。頭かせ。おい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 、どうすんだこれ。サンボどうするよ、俺。いや、これワンチャン避けれるぞ、ここだ。坂道の下に行った瞬間に、俺飛ぶんだよ、俺は。無理よ。ふざけんなよ。アイテム前提のコースを、まあ、作んなって言ったら、それまでになっちゃうからな。は？キノコねえんだけど。で、キノコどこにあったっけ？え？マップ変わってね、なんか。マップ変わったもん、そして。何これ、何してるこれ。はいはいはい、そういうことね、来いよ、ルイージ。カモン。イエーイ、うますぎうまーこれ。マリオザ、グラディエーター。マリオザグラディエーターか。マリオの戦士みたいな感じだね。グラディエーターって剣闘士みたいな感じでしょ。グラディエーターっていう遊戯王のデッキがあったもん、昔。動物がたくさんね、装備してるんだよな。装備してるんだよ。何をかっつったら、鎧とか剣とかをね。これさぁ、まずいんだけど、後ろから、上から甲羅投げられたら、あっぶねえ、マジで。いやーすげえ、なんだ今の。一瞬で来たんだけど、うらやなに、うわーちょ、うらやなになに、ちょ、待て、まずはこの甲羅を、ちょ、甲羅来い。うらなに、な、怖すぎる。この甲羅が大事なんだよ、この甲羅が。うらはっはっはっは。俺は奪うよりもキルすることしか考えてないぜ、マジで。まあ、とりあえずは一旦上の甲羅をしっかりと上から蹴り上げる。
さあ行け、俺の魂のコーラ、カタパルトタートル、カタパートタートルを攻撃表示で召喚って、もう遊戯の声が聞こえてる。カタパルトタートルでもあれか、なんだこれお前マジで。カタパルトタートルは海馬の顔だった気がする。ふんってふんって声が聞こえてくるもん。いやーやばいなこれ、遅れてる、非常にまずいぞ。すげえね、巻きでいかれて巻きで、もっとね難しい要素が来ればいいんだけど、ハナちゃんがいつ降ってきたかも俺にはわからんかったぞ。やっと中間か。やっと中間かよ。で、ここもクリアしてるじゃん、もう。待って待って、まずいまずいまずい。落ち着け落ち着け。まだあるぞ。次の、いや、来た来た。なんだこれ、すごい。真ん中かこれ。真ん中これ。はい。取ったよ。なんで俺じゃないのよ。俺だろ、今の。いや、待て待て待て。飛ぶハゲ。このハゲーって。今からこのハゲを。しばかない。なんだ、あんな動き初めて見たぞ、俺。初めて見た、あの動きは。フェイント仕掛けてきた。マジかよ。エースバーンのフェイントって感じ。フェイント、なんか、ポケモンユナイトのエースバーンのフェイントめちゃくちゃかっこいいよ。イニエスタみたいな。まるでイニエスタよ、マジで。おい、中間取ったっけ？中間取ってやるね。さあ来い。強くね、このブンブンなんかね、思ったんだけど。ちょっと強い気がする。なんか、普通のブンブンと違う、石を持ったハゲ。ほら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 。すげえ、当てにくいんだけど。何今回甲羅がないからな。上、まずいよー、止めろ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 、行かせんな、絶対行かせんな。お前らマジでやばいって、俺が。大丈夫、まだある、まだある、まだある、まあ、そうそうそう、まだあるからね、これね。まだあるよ。クリボー。結果的にラストクリボー。ラストワンクリボー。よし、ここよし、取った取ったよ。あ、いってー、ハブ邪魔すぎ。邪魔すぎるよ、マジでさ、もう。邪魔すぎるよ。そこで待ってりゃ強えもんな。ナイス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 。そこで待ってりゃ取られねえもんな。そんなつまんねえ戦い方いいのか、お前は、マジで。ちょっとだるいな。だるいな。いや、取りたい、取り上げたい、取り上げたい、取り上げたい。非常に取り上げたい。だって、このコースさ、大変すぎるのがあれなんだよね。うまかったけどね。うまかったけど。いいねって。さあ、どうする？こっから。こっからどうする？もう暗黙のルールにしてほしい。ここで待つの禁止っていう。暗黙のルール。暗黙のルール。暗黙のルールないのかな？このゲームに。うまい、うまい、うまい。うまい、まあでも暗黙のルールで、もう戦い、正直暗黙のルールで戦い始めたと思う、もう。いや、もうゴールかな、これ。うわ、ゴールだ。勇者、マリオ。クッパを2体倒してからゴールと。ボスが2体いるんだよな、もう。クッパが、同時に2体、この世界に、ね、いたら、それはもう、世界が壊れちゃってるよ、それは。パラレルワールドが起きちゃってるよ。分岐イベント起きてる。あ、ロッキー最近見てるから。これは、しっかりと、よこせ！何？欲しい！それが、欲しい！いや、待って、取ったのに。じゃあな。じゃあな、ルイージー。おら！いや、最悪、食らっちゃった。食らっちゃった。クッパ倒すのに絶対ファイヤーあった方がいいんだよな。やれかしてる俺も。さあ、まずは、一匹目倒す？まずは。倒せた一匹目って。どうなった？どうなった？何が起きてるこれ。よくわからないんだけども、もはや。あ、痛い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 。見えん見えん見えん。何が起きてる？ちょ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 。あのさ、何？いやー、危ねえ。もうさ、何が起きてるかわかんないのよ。ザ・フラワープレインズ。ねえ、もうほぼ0と7セントさ、一騎打ちなんだけど、やばすぎる。0と7セント一騎打ちだって、もう勝つしかないよな。まあ正確には6900ぐらいなんだけど、そんな細かいことは置いといて、背負い投げ！何？早すぎるあいつ。うわ、あいつもアイテムに切り替えよかった。待って、のこのこやばい。のこのこやばいな、これ。やばい、もう来てる、ここ最悪すぎ、ほんとに。おクソギミック用意してんじゃねえ。イエーイよし。コーラス、エンド。わかった、これ。エンドウ豆って感じだ。謎解きでみんなでバトルって書いてあったね。久しぶりに IQ2 万見せちゃう。今回俺、江戸川ね。ててててつって、おい！江戸川一行だから、今回俺。背負い投げー！あははは。コナンのファンに怒られちゃうわ、そんなこと言ってたら。おーおーおー、やめろやめろやめろ、怒られちゃうから俺も。待って、でもなんかさ、あれ？ルイージのとこちょっと行けなくね？あれね。いや、でもここでいいんじゃないのね。あいつらがあそこ行ってるってことは、逆を返せば、俺だけ、
一人でゴールできる可能性もあるってことでしょ。逆に言えば、俺だけぼっちになる可能性もある。がしかし、これがね、やっぱぼっち思考よ。残り物には福がある。あいつらは、そんな楽なルート探しやがってよ。俺は苦労して、苦労する道を選んだ、わざわざ。なぜかって苦労したらゴールがあるから、ないじゃねえか。